能登高校は3年前から全国各地の生徒を1年間受け入れる地域未来留学制度を取り入れています。能登半島地震が発生しましたが、今年度予定していた3人の生徒は辞退することなく、今日能登高校を訪れました。このうち東京の佐藤まどかさんは、能登半島地震の募金活動を東京で行うなど、留学を決めたことで能登への関心が高まったといいます。ボランティアとかしたいと思ってるんですけど、いろいろ手伝いして、まあ、友達っていうか、まあ、顔見知りとか仲良くなって元気づけれたらいいなって思います。地震の影響で寮は大きな被害を受け、今3人は能登少年自然の家で暮らしていますが、来月には学校のグラウンドに仮設の寮が完成する予定です。